郡山カルチャーパークは福島県郡山市朝霞町にあるレジャー施設である。園内にはドリームランド、プールやカルチャーセンターなどがある。2014年度の入場者数は957,026人。観覧車や絶叫マシンなどがある遊園地。カルチャーパーク内のプール流水プールやウォータースライダーなどのレジャー用プールだけでなく競技用の50メートルのプールや 飛び込み用プールも備えた屋外プール。1995年の福島国体では水泳の会場となった。文化系のサークル活動、教室等に使える会議室や、軽スポーツ用のアリーナ等からなる文化施設。ドリームランドの冬季休業期間も含めて、数年利用可能。毎年8月14日、郡山カルチャーパークにて朝かの、 夏祭り花火大会が開催されている。花火は付近の田園の中での約1万発打ち上げられる。2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となった。JR 郡山駅7番バス乗り場より福島交通バス山根町経由カルチャーパーク業で終点下車。JR 氷山駅2番バス乗り場より福島交通バス長沼業。 または下も森谷港でドリームランド南口下車徒歩で約8分。自動車は東北自動車道郡山南インターチェンジから福島県道47号郡山長沼線を市内方面へ約1 5トル朝霞の夏祭り花火大会に関するカテゴリー。ありがとうございます。